はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、買う気はないとということで、こちら。外でね、使うカメラになるんですね。一戸建ての方とかには結構おすすめなんですけども、玄関先とか、大事な車ね、車を盗まれないか、これでね、監視するというものなんですね。防犯カメラプラスセンサーライトということで、ここにね、ほら、ちょっとライトがね、ビカーとね、つくようになってるんです。電球色で 30W 相当のライトがつきますね。なんといってもね、このスマートフォンで、家から離れていても、この家の様子が見れるという優れものなんですね。じゃあちょっと早速開けてみましょう。てってれーや、箱から箱。はい、すいません。なんかいろいろ紙類が入ってますね。で、お、出た、これ本体。こんな感じですよ、こんな感じ。完全にこう壁掛けタイプになってますね。こういうところ、ここにこうつくんかい。こんな感じでつくんでしょうね。つけてみましょうね、後で。で、アダプターが入ってますね。これ小さくて軽いです。これは延長コードかな。親切、釘もついてます。ここにね、SD カードを入れれるスロットがあります。これね、小さいやつ。これね、最初からついてないので、皆さんご用意してくださいね。直接、この本体に、映像を残すこともできますね。クラウドを使ったサービスっていうのもあるんですが、そちらは有料になりますね。Wi-Fi とね、今繋がってる状態ですね。ダイビー、このアプリを、読み込んでくださいね。ダイビーくんっていうの。これが、これです。うわ、映った。こんな感じ。で、これね、ちょっとさっき試したんですけど、すごい明るかったですね。これライト？うわー、眩しい。すごい明るない。ほら、これ。めっちゃ明るいんですよ。直接見るとね、もう目がやられるぐらい明るいです。これね、夜、駐車場とかいいですよね、防犯でね。これトークっていうのがね、ここにあるんですよね。これで、ほら。わあ、ちょっとハウリングしたんであれなんですけど。遠隔操作でこれを押すとね、家の中の人と連絡が取れるということですね。例えばね、お腹すいた、今日の晩ご飯何？とかね。ちょっと音がね、ちょっと割れちゃってますけど。これ、証拠写真、バシッと保存とか、あとこれね、録画開始。今これ、録画開始します。ちゃんと撮れてるかな？これね、さっき録画したのが、SD カードね、本体に入ってるんですけど、それを、この iPhone で読み取れると、こんな感じで、録画したのが見れると。ちなみにこの撮った動画や写真は、この Mac、iPhone だったらね、この AirDrop で、このパソコンに飛ばせます。いや、すごいね。ほら、さっきの動画。すごない？これめっちゃ簡単。うわぁ、眩しい、みたいな。うわ、めっちゃもう目やられる。あとすごいのね、これサイレン。うわぁ、めっちゃうるさい。一応ね、こんな機能がついてます。ではちょっとね、取り付けてみましょうか。今ちょっと横着してこんな止め方しますけど、本当はね、これ壁にネジで止めてくださいね。隣の部屋が監視できます。ほら、こうやってね、面白いのがこうやって拡大して見れるんですよね。ぐっすり寝とるわ。今ね、これインターネット接続なんで、ちょっと外へ出てね、見てみましょう。まあ、今回ね、家の中の様子を撮ってるんですけども、こういった使い方も非常にいいと思いますね。家のね、駐車場の車とかの、すごい心配な方、家の中で寝てる間に、見れますので、夜中なんかね、結構ね、ライトがバーッとね、光ってね、自分の車を、よく見れると思います。そしてね、まあ、防犯にもなりますんでね。かわいい猫。ただいま。みーちゃん、ただいま、ただいま。よし、次はね、Wi-Fi を使わない直接モードでやってみようと思います。ボタンがあるので、これを2秒長押し。この IPC っていうのをね、タップしてください。
で、次にこのインターネットがない、これを押します。よし、繋がった。今これインターネットが繋がってない状態です。なんか10メーターぐらいはいけるみたいなんでね。はい、ちょっとね、取り付けてみました。今ね、これWi-Fi を切った状態で、繋がっております。10メーターぐらいまでね、遠くまで離れても、通信が途切れないということで、ちょっと外に出てみましょう。階段のとこまで行ったらどうでしょうか。お、繋がってるな。まあ、直接接続の Wi-Fi を使わないモードね。あれはね、さすがにワンフロア上がるぐらいで、まあ、切れちゃいましたね。まあでも10メーターぐらいは、まあ、届くということですね。はい、いかがでしたかね。ダイビー、ビームアイ、ウィンク。家の中でもね、実際使えますので、これね、本当はね、これ外で使うね、家の玄関先とか、駐車場にね、つけて、まあ、使うものなんですけども、まあ、今みたいな感じでね、家の中で使ってもいいんじゃないでしょうか。このライトが結構ね、強力でしたよね。バーシーとね、暗闇でも明るく、映してくれるんで、まあ、それだけでもね、防犯センサーライトになって、すごい防犯になるのかなという感じがしましたね。はい、というわけで、ダイビー、ビームアイウィンクでした。じゃあね、バーイシュー。